にひどいんですよ。コンチェッタと結婚するとばかり思ってたのに。裏切ったのね、あの子は。あの子、みなしごいだった。私たちが引き取って育てたのに。それにあの態度の下品なこと。あなたが村長親子を呼んだ時から、私はこうなるんじゃないかと心配していたのよ。落ち着きなさい。がっつりでも飲んで。あれ。私はいつもそう言ってたのに誰も聞いてくれなかったんだ。私はタンクレディの本性を見抜いてたのよ。なのにあなたは実の子にタンクレディを可愛がってらっしゃるんだから。それをいいことにしたあのことはなんてずうずうしいんでしょう。自分の叔父であるあなたに、しかも自分が騙した娘の父親であるあなたに、あの成り上がり者のアンズーメンと結婚したいから、向こうの父親に持っててくって命令してくるんだって、あの子は。黙っておれ。一体お前は何をわめておるんだ。アンジェイクはアバズレだ。一体何を証拠にそんなことを言う。人より美しいだけの普通の娘だ。ただ幸せな結婚を望んでおるだけなんだ。他の娘と同じようにあの子もタンクレディをついておるだけだ。ただしあの子はいいか、金がある。父親は最近のどさくさに紛れて土地を安く買い占めたらしいんだ。タンクレディには金が必要だ。これから先は貴族が生き延びていくためには金持ちと結ばなきゃならん。それにコンチェッタには愛を支え合ってもおらんのだが、裏切り者ではない。時代の流れを追っておる若者に過ぎるのだ。我々の利益を裏切ったわけでもない。むしろその逆かもしれん。それにお前もだ。あの子を気に入っておったはずだ。